本日はクーニンズ初代エースのタスヤの3年ぶりの勝利に迫ります。どうもクーニンです。本日は GBL トーナメント公式リーグ戦スタイガース戦をお届けいたします。勝ち上がれば東京ドームで試合ができるこの大会、まずはクーニンズ初回の攻撃、2番カズロー、高めのボールをうまく乗せました。打球は右中間真っ二つ。カズローのランニングホームランで先制します。そして先発ピッチャーはズッキー、先頭バッター、センターライナーに抑えます。しかし続く2番バッター、いい当たり、ズッキー甘く入ったまっすぐを運ばれてしまいます。ランニングホームランとなり同点。なおもピンチは続きます。フォアボールで出したランナーが盗塁します。ナイススタート。そして送球がそれる間に三塁に進みます。このチャンスにスタイガー打線、苦しくなるな、お前が苦しくなるな、エンドランか。軟式特有のチームバッティングで逆転を許します。それにしてもスタイガーさん、リニューアルしたユニフォームがかっこいいです。赤ストライプかっこいいなと思って見ておりました。さあ1点ビハインドのクーニンズ、すぐさま追いつきます。緑川が、いや違います、右川が特大の一発、レフトオーバーとなりこれがツーベースヒット。ここまでは前回紹介いたしました。このチャンスに回ってきたのがライトを守ります若林、最近はピッチャー以外にも安出場も増えております。打ちました、センター前ヒット、ポトリと落ちる間に緑川が帰ってきました。若林タイムリーヒットで同点に追いつきます。追いついてもらったズッキー2回の投球、ピシャリと抑えたいところ、先頭バッターを空振り三振、続くバッター、俺また空振り三振、まっすぐとシンカーを巧みに使い分けていきます。このまま3人で切るかと思われましたが、3人目のバッター、フォアボールを出します。ツーアウトからのランナー、ここで打たれました、いい当たり、レフト前ヒットでピンチが拡大します。そして回ってきましたスタイガーのキャプテン、先ほどはフォアボールからの盗塁、打ちました、これは相手の落ちるか、セカンドへの懸命に追いますがライト固定ヒット、再び逆転を許します。再び勝ち越しを許してしまいます。追いつかれたら追いつき返す、そして倍返しだと言わんばかりにバッターリオ、クーニンズ3回の攻撃、打ちました、これまたレフトに行った、レフトの頭を越え打球は点々と転がる、リオは快速を飛ばし2塁、そして3塁も回っていきます。リオのランニングホームランで追いつきました。序盤から壮絶なランナー戦となっております、クーニンズ VS スタイガー戦。この打撃戦なんとか落ち着かせようと上野がキャッチャーを志願します。
なんとか流れを変えたい上野。しっかりと間合いを取りながらズッキーをリードしていきます。しかし打たれました。センター前タイムリーヒットで再び勝ち越しを許す苦しい展開。とにかく打撃力の高いスタイガーさん、ここでズッキーに代え、クーニンズ初代エースの達也を投入します。達也はランナーを置いてからが強い投手。ランナー1、2塁のピンチでしたが、最後はショートゴロ、なんとかこのピンチをしのぎます。2回の達也の投球、先頭バッターにデッドボールを与えてしまうものの、続くキャプテン阿部選手にこれまたいい当たり打たれますが、長打ケアしていたライト若林が取りましてライトフライ、はい、続く4番バッターはレフトフライ。最後はセンターフライ。達也フライアウト3つで2イニング目も無失点に抑えます。そんな達也の力投に応えたいクーニンズ打線、前澤君がエラーで出塁します。前澤君の足を警戒する投手、一塁コーチャーボックスからは西下がアシストします。そして前澤君走った、盗塁成功。そしてボールが転がる間に三塁に進みます。クーニンズ絶好のチャンスが終盤にやってきました。ここで迎えるはチャンスに滅法強いカズロー。クーニンズ1年目の得点圏打率は5割を超えておりました。その勝負強さは健在。打ちました、センタータイムリーヒット。前澤君が帰ってきてクーニンズ勝ち越します。カズローナイスバッティング。またもやデッドボールを与えてしまいます。2017年にクーニンズに入団した達也、初年度は5勝を挙げましたが、それ以降は仕事の関係や怪我などでなかなかクーニンズの活動に参加できず、2018年、2019年は未勝利。そしてこの2020年、アイドルを卒業し、現在は役者業に進んでおります。忙しい役者業の中でも、日曜日はできるだけ休みを取り、クーニンズの活動に参加してくれております。野球が大好きな達也、公式戦1点リードのこの舞台、再びフォアボールを出し、ワンアウトランナー1、2塁のピンチになりますが、最後はピッチャーゴロ、折笠ファーストに投げてゲッツー完成。結果クーニンズが GBN リーグ戦スタイガーさんに5対4と僅差で勝利をものにしました。そして達也の3年ぶりの勝利となりました。頼れるクーニンズ初代エースの涙の勝利でした。スタイガーさん、対戦ありがとうございました。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。